私は、ジャカルタのスカルノハッタ空港に来ております。で今からですね、ANA の指定ラウンジガルータビジネスラウンジに行きたいと思います。それでは行きます。はい、広いですね。ちょっと違う。ちょっと人少なくてます。混雑してますけど、僕の方は全然空いてますね。すごく広い。ぜひ利用される方はね、奥の方に来られることをお勧めします。手前の方はね、すごい混雑してましたね。ではね、ラウンジ入りました。奥の方がね、空いてますので、利用される方はぜひ奥、前も言ったかもしれません。ではね、トムヤムくん、せっかくあったんでいただきたいと思います。アジアっぽい味がして美味しいです。オレンジです。いやー、このラウンジすごい広くてですね、手前の方はすごい混雑してるんですけども、奥の方は周りに僕一人以外誰もいないんで、奥の方がぜひおすすめですね。多分何回も行ってます。でこのラウンジは、シャワーもあるそうなんですけども、シャワーはね、2つしかないみたいで、聞いたら残念ながらいっぱいだよって言われたんで、で1時間半ぐらいしか私もトランジットないので、まあ、今回はちょっと諦めようかなと思ってます。
いやー疲れてきましたね。まあこれはダイヤモンド修行の間の、これ今ラウンジなんですけども、これから羽田に帰るとこなんですけど、いやー暑さがね来ますね。でもこのトムヤムクンすごい美味しいです。来たらぜひ食べてください。スープ入れるだけなんで。麺類が好きな方は絶対好きだと思います。それではね、ちょっと出発までね、ゆっくり待ちたいと思います。オレンジジュースとトムヤムクンちょっとおかわりしちゃおうかなって感じですね。それではね、ガルーダ航空のビジネスラウンジ出ました。まあ、今回のラウンジは ANA の指定ラウンジになっておりますので、ビジネスクラス乗ってない、エコノミークラスの場合でも、ステータス SFC などを持っていれば、利用できるラウンジとなっております。食事もあってアルコールもあります。でシャワーもありますんでね、まあ、ちょっと混み合ってますけども、まあ、外国でこういうのは利用できるというのはすごいんじゃないでしょうか。まあ、今回の動画はちょっと短くなっちゃったんですけども、こんな感じで終わりたいと思います。あ、最後に喫煙所もありました。ブログ、ツイッターもやっておりますので、もしよかったらそちらもチェックしていただけると幸いです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。